こんにちは、ゲットナビウェブ編集部の山田です。今年の家電大賞の空気清浄機部門の注目アイテム、エレクトロラックスのファン付き加湿空気清浄機アルティメートホーム700を紹介したいと思います。はい、早速こちらをご覧ください。この絶妙なライトグレーの色合い、ファブリック素材のボディ、そしてレザー調のハンドル、めちゃくちゃ洒落てますよね。さすが北欧スウェーデンブランドのデザイン、インテリア性抜群です。お部屋に置いた時の佇まいも素晴らしいですね。この美しいボディに実は空気清浄機、加湿、ファンという3つの機能が備わった3 in 1タイプとなっています。1つずつポイントを紹介していきますね。まずは空気清浄機能です。ヘパフィルターを含む5ステップでお部屋の空気を汚している花粉、ハウスダスト、PM2.5 などの微粒子を除去してくれます。さらに空気中のカビ、細菌、ウイルスを 99.99% 除去、レーザーセンサーでお部屋の空気の汚れをチェックしながら自動運転で空気をきれいにします。さらにペット臭やタバコ臭などの生活臭もしっかりと除去してくれますよ。はい、ここで実際に編集部のデモスペースに分かりやすくスモークを焚いてみたのですが、いや、みるみるうちに吸っているのが分かりますね。いや、これは見てて気持ちいい。部屋の空気がどんどんと入れ替わっているのが分かります。でも運転音はとっても静か。空気清浄時の運転音は最小 20.5 デシベル、最大でも 51.1 デシベルと極めて静かな音で運転します。睡眠やくつろぎの時間を邪魔せず、お部屋の空気を清浄してくれるというわけです。続いて加湿機能です。この製品は加湿機能がついてるんですね。加湿方式には気化式を採用しています。気化式はですね、熱を出さないため安全性が高く、子供やペットが製品に触れてしまっても火傷の心配がなくご使用いただけるというのが特徴です。 40%、50%、60% と、好きな湿度を選んで設定でき、過剰に加湿せずに快適な湿度を保つことができます。一方で気化式は加熱しないため雑菌が繁殖しやすい点がデメリットとして挙げられるのですが、この製品は抗菌防カビ対策が施された加湿フィルター、そして細菌を 99.9% 抑制するアンチバクテリアカートリッジを搭載しているため安心して使えます。お手入れは簡単です。水タンクは上に持ち上げるだけで取り外しが可能です。半透明で水の残量が分かりやすいですし、給水が必要な際にはコントロールパネル上のランプでお知らせしてくれます。加湿トレイは本体側面から引き出しが可能で、引き出し用のグリップがついているためスムーズにお手入れできます。そして広い範囲に清潔な空気を届けられる送風ファン機能です。フード上部のタブを持ってフードを引き上げることで、吹き出し口の角度を6度から90度の間で細かく調整できます。コントロールパネルのスイングボタンをタッチすれば、ルーバーの向きや動く幅を調整できるため、届けたい場所に向けて送風することができます。ファンスピードは5段階からお好みの強さを選択可能です。いかがでしたか？他にもスマホアプリで空気質をリアルタイムでモニタリングできたり、本体の遠隔操作ができたりと、スマホ連携機能も搭載。本日紹介しきれなかったポイントがたくさんあります。機能満載でまさにアルティメイト、究極な一台です。エレクトロラックスのファン付き加湿空気清浄機アルティメートホーム700をぜひチェックしてみてください。またこの製品は家電大賞にもノミネートされています。こちらの商品がすごいと思った方はぜひ家電大賞にも投票してみてくださいね。